どうもバンです。今日もね2号機を持ってきました。前回のビデオをね見直していたところですね、どうもねジャイロオンの状態でもまだやっぱピッチングしてるんですね。ピッチングっていうのはこうまっすぐ行ってる時にこういう風な挙動をするということですね。でね、一つね試してみます。前回もねちょっと調節してたんですけど、さらに調節します。ここですね、エレベーターのヒンジですね、これを弱くしました前回。動力側の付け根のヒンジを1個可動範囲を緩めました。でさらにですねサーボ側の穴も1個、サーボの軸に近づけました。ということは可動範囲が狭くなっているということですね。で、これでね、どのような挙動変化があるのかというのを確認していこうというふうに思います。まずは、いつもの原っぱのところですね、ここから、琵琶湖の方に向けて、で、異常があれば、下ろすと、気に引っかからないようには しますけれどもといったところですね。それでは準備していきます。はい、どうもです。そうしましたら、2号機テイクオフです。バッテリーは、3セル 300mAh、 残量 99%、 タイマーはね一応2分にしておきます。その他の設定は前回と同じですね。プロペラは5インチ、ピッチ浅めオレンジ、です。それではテイクオフです。はい、どうもです。ちょっと着陸は決まりませんでしたけれども、上々のフライト、そして自動操縦も安定していたというふうに思います。それでは琵琶湖の方に移動して、バッテリー2本目、試してみたいと思います。はい、どうもです。ね、ちょっとね風が強くなってきたということと、あとそれから、釣り人がね、浜に来られたということもあって、飛行を見合わせます。ね、まあでも1回のフライトでしたけども、結果は上々でしたね。このエレベーターのヒンジを1個緩めただけですけれども、ピッチングって言ってね、ジャイロの効果が効きすぎる、そういうような挙動がだいぶ改善されました。これでね行ってみたいと思います今後もね。あとは、
エレベーターのサーボの、プロポ側からの稼働範囲が大きいという問題がありますので、ちょっとその調整をね、今やったとこなんですよ。具体的には、マイナス70からプラス70までの変化幅だったのをマイナス60からプラス60までの変化幅に微調整しました。で、これでね、エレベーターの調整、操作性が良くなるというふうに思うんですけれども、ちょっとね、風が強いっていうこともあって、あとそれから釣り人が来られているということもあって、これは明日にしようかなというふうに思います。やっぱもっと早く来た方がいいですね。スズメバチも来てますね。この辺ね、木の近くですけれどもね、ちょっとこの木の近くから飛ばそうと思ったんですけども、やっぱり浜の真ん中からね、飛ばした方が、スズメバチも来ないし安全かもしれないですね。それでは、今日はこの辺りで失礼いたします。